こんにちは、シンガーソングライターのともきと申します。埼玉で活動しております。今日もですね、歌ボーカルミックスボイス練習されてる方に向けて、まあ一つちょっと練習のねポイントコツお話ししようと思います。で、今日のテーマはですね、まあちょっとお悩みをね結構よくいただいてる中の一つ、よく平べったい歌声になっちゃう、またはその声に響きが出ないみたいな感じの悩みがあります。で、まあ、どんな声かっていうと、まあ、とりあえず、まあ、自分の声が嫌い、その例えば歌撮ったその自分の歌ってる声とか撮って後で聞くと、なんだこの声とかって絶望するパターンとか、その声がこうなんかキンキンする、特に高音とかだとカーンとこうなんかこう、まあ、高い声が出てるような感じがするんだけど、豊かな響きがなくてなんかこう声がこう硬いキンキンするみたいな感じで、まあ、とりあえずその声が平べったい、その豊かな響きがない、なんか自分の声が嫌いっていうようなお悩みで、私もまあそもそもね、声が気持ち悪いって言われる人間なのでまあ人のことは言えない部分はありますが、まあ、少なくともちょっとね、その自分の声が嫌いとなる理由と改善方法については、まあ、自分なりにもね練習してた部分がありますので、ちょっと今日はお話したいと思います。で、結論から言うと何をしたらいいかっていうと、喉を開くっていうこととリラックスするっていうこと、まあ力を抜くってことですね。この2つに限ります。喉をしっかり開くっていうこととリラックス、もうまあ例えばこう自分の声が嫌いだから、こう、うまく歌えるようにちょっと頑張ろうってこう力んじゃって、この時点でもう声がキンキンしたり、変な声になってしまうし、豊かな響きが出ない。なのでリラックスするっていうことがとても重要って、まあ一応これは結論ですね。で、まあ一応練習として、まあ喉を開くとかリラックスってどうやったらいいのっていう話なんですけど、まあ喉を開くってことについてちょっとお話しようと思います。で、喉を開くっていうと、まあここですね、喉、まあ皆さんもご存知の通り、この喉仏があって、こうまあ息が通る、この気管が通る、この喉ですね。で、喉を開くって言っても、まあ一応ここでは2つの切り口としてちょっとお話しようと思ってます。で、一つが縦に喉を開くっていうことで、2つ目が横に喉を開くっていうことです。縦横、まあ一応単純にこの喉で空間があったとして、まあ、空間を広げるってことですね。喉を開くっていうのはこの空間を広げたいので、広げるその動きちょっと分解するということで、縦に広げる動きと横に広げる動きをちょっと分解してお話しようという話です。で、まず縦の、部分ですね。縦に喉を開く、この動き何をしたらいいかというと、ヒントになるのは母音のおです。おで、結構このポイントは口の形と声帯の動きが結構連動する、まあ、イメージ的な話なんですけど、結構私は感覚的に合ってるなと思ってるんですが、おっていう声帯、あ、ごめんなさい、唇を縦に長く声をってやると、喉の、まあ、声帯あたりですね、この喉の空間もお縦に開く感覚感じませんか。おですね、おお、まあちょっと大げさにおーと言ってみてください。そうすると喉のこの部分がおーとこう伸びーと縦に縦長になっていく感覚が得られれば、まあ OK です。で、まあ一応こう、まあ、ヒントとしては、軟口蓋と言われるこのちょっとまあ口の絵を少し描いてきたんですけど、まあ口があります。で、口の奥ですね、これですね、ベロですなんか気持ち悪い絵のがありますけど、これが口の、上蓋、ベロですね。で、上蓋の奥の方ですね、軟口蓋と言われるこの部分が上に上がったり、おーのこのベロの舌根といわれる根っこが下に下がったりします。まあ、つまりこの口の空間がよく縦に広がり、この動きのまんま声帯のこの喉のところまでつながって縦にこう伸びると、おーっていうこの口の唇と口の奥の広がりと連動して声帯、喉周りもおーっと縦長に広がります。それが縦に喉を開くおー練習です。もう、まあ、大げさにやるぐらい、まあ、歌の時はこんなにしてやりませんが、おっていう動きで声帯、あ、喉の声帯、喉が一緒になっちゃう、おっていう声帯、喉、この周りの空間を縦に開ける感覚をつかむにはちょっと大げさにやるぐらいがちょうどいい。これが一応縦に開く動き、おです。で、横ですね、あーえーおーえー、今みたいにえ、母音のえをちょっとえって普通に発音すると、えこんな感じな口の動きを見てほしいんですけど、えってなると思うんですが、これをちょっとこう、ここの両唇の、まあ口角じゃないですね、この口の両脇をちょっと下、こう台形にこう引っ張る感じですね。おーっていうさっきの縦長の引っ張ったおーから少し出発してもらって、おーええです。で、っていうのを少し顎を引きながら、横後ろ下台形の形をここに作るような感じで、
と広げてもらうと喉の状態もちょっと横に広げやすくなります。まあつまり唇のこの横幅がと広がるにつれて喉の広がりも連動して横に広がっていくと、これが一応このの、この喉の広げる横の広がりの動きをする練習のポイントですね。で、まあ、一応このおーという縦の動きとって横の動き、これはもう連動してもうセットでやってもらった方がいいと思いますので、っていう絵とおー、まあおはおで段取りでもいいんですけど、おーっと作ってもらってからそこにを加えてもらう感じがいいと思います。おー、この状態を喉でしっかり縦開いた、おー、で横も開くで空間としてはしっかり開いてる感じを得た上で、でその最後のとどめというか最後のおときて、あに持っていきます。おー、あの最後の母音のあに持っていくときは後ろの方に声を持っていくような感覚を作ってみてください。まああーっていうあの方に行くときはおーのこの感じとえーの横の感じが残された状態でおーえーあーのときはあーではなくあーと後ろの方に、まあ、まあ後頭部の方ですよね、こう、まあ、後頭部から、まあ、後ろ背中、もう背中も後ろ側全部と思ってもらったらいいかもしれませんが、まあ、響きの方向としては上後ろら辺がいいと思います。このあの時になると喉の開きがだいぶいい状態になります。まあよく程よく開いて、まあ、縦横それぞれ程よく開いて声としては、まあ、響きも良くなるんじゃないでしょうか。まあ、声が響き良くなってくると声の豊かな声質、ツヤ、あとその、まあ、やっぱりいい声っていうのはやっぱ響きますので、まあ、これを実際に、まあ、喋ってる時は普段ここはこんな感じで喋る人はなかなかいないと思うんですけど、歌の時、まあ、しっかり自分の声がね平べったくなっちゃって、この自分でもあんまり聞くのがあんまり好きじゃないっていう方は、今の母音の音、えと、あそれぞれ開く位置向きを意識した上で、まあ、あーで最後に仕上げて後ろの方に響かせる感覚で喉を開く練習をぜひしてみてください。これで実際にあの声がねあの響いて、まあ、歌もねちょっとこう、まあ、何同じ歌なのに全然違うっていう方も結構いらっしゃったので、まあ、実際にやってみて、まあ、一つ、ね、ヒントになればと思いますので、これ全部あのみんながみんなうまくいくのか分かんないんですが、まあ、ヒントとしてやってもらえればと思います。で最後リラックスするってことですね。リラックスっていうと逆にその、 あの今のおーえーあーこの動きの練習を意識しすぎると逆に力んじゃうことがあります。まあこの慣れない時は、まあ、ある程度しっかり大げさにおーえーあーってやるんですけど、ある程度慣れてきたらもうその広げようとかこうおーえーっていう大げさにやってたものをちょっと少し和らげて、おーえーあーこの感じが作れていれば少しずつ自然に出せるようにします。響きを自分で意識しすぎないように広げようと力みを入れすぎずにさっきの喉の空間を作り響かせていくっていうことですね。結構その喉を広げるっていう動きとリラックスするっていう動き、そのリラックスするっていう意識が相反してしまう可能性があるので、そこだけぜひあの歌に、ね、実際に練習するとか発声練習するときは、まあ、開く意識をつかむときは大げさにで、リラックスというその体に力を抜くときはその大げさにやってた動きフォームを少し和らげてあげて自然にできるようにする、特にその意識しなくてもできるような部分に落とし込んでいくっていうのが一応仕上げになります。で結局最終的には、さっき言った喉を開くということとリラックスすることができれば歌声も多少自分の思っている以上に、まあ、魅力というか、まあ、響きがね豊かになれば魅力的になると思いますので、声がね変わっていくものを、ね、自身の体感してもらえればと思います。まあ、あとはその最終おまけでちょっとこのリラックスする方法はこういう感じで軽く首を振りながら発声または歌ってもらうとリラックスもしやすくなります。なのでおーえーみたいな感じの発声とちょっと首少し軽く動かすことでちょっとリラックス、まあ、そのこの力みとかあーって開ける時のこの首筋の力みをこの動きで多少軽減することができます。どうしてもリラックスがわからない方はちょっとこう少し左右に振りながら練習してもらうといいかもしれません。ということで、まあ、一応ね特に高い声発声する時にもこういう喉の開きとかがーふーちょっとこう
なればなるほどこの喉の開きとリラックスはより重要になってきますので、まあ、これを普段の音程な自分の慣れている音程で練習した上で高音域でもこの今の練習のこの発声の喉の開き、脳を開くリラックスというのをキープできるように高音に行くというようなあの練習の、ね、活かし方をしていただければと思います。ということで今日は一応、まあ、平べったい声、まあ、声が響かない、まあ、自分の声が嫌いという方に向けて、まあ、ちょっと練習、まあ、あの解決方法を、ね、お届けしましたということで、まあ、一応歌はミックスボイスで練習されている方に向けて、まあ、動画の方をお届けしていますので、ぜひ、ね、あのいいね、チャンネル登録ボタンを押していただいて次の動画でお会いしましょう。あと、LINE の、公式 LINE にあの追加いただくと、お友達追加ですね、あの無料で歌唱診断しております。まあ、あの動画歌ってみた動画を送っていただいて、でそれを文章であの返信いたしますので、そちらもねあの無料でできますので、ぜひあのチェック登録いただけると嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。